エルニーニョとラニーニョだったらどっちが強そう？弱くなったらこっちがいいんだけど、ね、ちょっと。あ、進んでくるってこと？こっち側に。あ、そうそうそう、海の上にできる。それ貿易風ってこと？そう、貿易風が弱くなったら。貿易風が弱くなったら、うん、海側に来ちゃう。え、で、そう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 、貿易風が貿易風が強かったらここら辺にこう雲ができる。ここら辺に。ああ、うん。で、インドネシア側？え、そうそうそう。で、弱かったらこうできる。そう。そうそうそう。で、それがエルニーニョ現象。で、こっちがエルニーニョ。エルニーニョ。で、ラニーニョはこっちにできる。あ、ごめん、強すぎて。え、そう、強すぎて。男性感性は別に関係ない。男性感性、だってあの、この風が強くなるか弱くなるか。あ、レースが強いと、ボイクも強まっちゃう。そういうことだ。それがどっち、ラニーニョ。まあ、ラニーニョは、陸の、あの、インドネシア側にいて、エルニーニョは、海の上。熱水が弱い。エルニーニョは弱い。エルニーニョとラニーニョだったらどっちも強そう。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 エルニーニョは強そうじゃない。エルニーニョ VS ラニーニョ。エルニーニョの方が強そう。だとしたらじゃあ逆で覚えてじゃん。Alone, but I can be the one you read on now. The world is yours.